You should see how they start chasing. I don't even know why they're chasing Chef him. Make him just bow, gave him. Roll up, big boy, blammer, blammer. White girl, Stacey, Anna, Anna. Make man run more far up, far up. Bro, you just make me para, para. In a dance, roll with a soldier. Big whack. No. Shit. What are you doing? しかしすごいね。これ全部飴なの？ネットの検証に当たってさ。イチゴとかないの？そういうハズレ感のない飴は全部チカが持っていった。チーズ？チーズ？シンド、確かチーズ嫌いだよな。ほら、あー。何なんだ、この二人の関係は。水くれない？めんどくせえ。はあ？お前が食わせたんだろ。正直ほっとして。ん？え、何、知り合い？なんで睨まれてんの？お前わかんない。どうしたの、堀？あ、いや、ちょっと。堀先輩。誰？失礼します。あの、堀先輩といつ別れるんですか？え、あれ、二股？え、何なんだ。あー、これはまさに思い出の宝石箱や。はっはっは。ほんとだ。ほんと懐かしいね。さすがですな。それさ、ん？交換したやつ、多分それがきっかけ。はい、じゃあ交換ね。いつの間にか仲良くなってたっていうか。まああれだ、なるみは俺と違って覚えてなくても仕方ないよ。ひろたかにだけは飾ったり我慢したりしたくないし、してほしくもないの。我慢しないで一発殴ってくれていいから。わかった。え、口閉じた方がいいよ。はい。アタック。全然そんな雰囲気じゃなかったっていうのもあるけど。ああ、そうね、大きいおっぱいが好きだもんね。おっぱい好き？当たり前だろ。ねえ、アナちゃん。アニメや漫画、その他もろもろ実に見過ごすことができるものばかりだ。おいおい、宇宙健全法により地球のエンタメはしれっと本音を漏らしやがったな。法の下の正義は地球は真宙君たちの星、摩擦なんかさせないよ。キラリン、お前ら宇宙神経神ジャマーとかが聞いてるんじゃ。でも僕を守るって。ごめん、謝る。いつも辛く当たっちまって。起きろよニャルコ。やりましたよ。私はしっかりたっぷり味わいました。なんつうかっていうか、なんで生きてんだよ。これですよ。そんな前の付箋都合よく使ってんじゃねえよ。インさんと青山。たく、なんて顔してんだよ。俺そこまで信用がないのか。そうじゃない。悪夢だ。それってもしかしてラブレターですか、あの時の。ナナミが帰ってくるのは桜草。
うち絶対戻ってくるからな。それじゃ行ってきます。いつまでもって、この人数だと閉まらないね。心配しないでマシロン、みんな桜草のことは任せたぞ。ではさらばだ。ただいま。桜草に引っ越した最初の夜、その夢とは、桜草の部屋がすべて埋まり、美咲先輩、その絵飾ろうと思ったんだけど。なんだ、でもこれ詐欺だろ。光はお前に抱っこさせない。たまにさせる。そうなのか。先輩や赤坂たちのことか。私もしてみたい。そうか。はあ、あの目閉じてくれるとありがたいんだけど。今はいいわ。え、今は？パース。ヘイ暗殺。願いがあるの。一度本場のベトナムコーヒーを飲んでみたくって。ベトナムにいい店を知ってますから。教室戻ります。授業？はあ、ファーストネームで気安く呼ぶのやめてくれる？で、どうすんのビッチ姉さん。略すな！ガキが。大人にはね。後で教員室にいらっしゃい。その他も有力な情報を持ってる子は話しに来なさい。ガキは外野でおとなしく拝んでなさい。あ、そうそう、あと気絶するほどうまいキス。従えてきた強そうな男たち。でも同時にクラスの大半が感じたことは嫌いだ。私、加計くんのこと好きなんです。決まってるでしょ。相談メールまで出してせっかくお膳立てしてあげたのに。みんなから忘れられるのか。ああ、その話。正確に言うと、人間としての存在の証明とも言える本を。つまり、人という存在を超越するのよ。バッカじゃないの？何の代償もなしに大きな力を手に入れられるほど、世の中甘くないのよ。それじゃあまあ、羊飼い試験辞退するならお早めにね。そうか。俺もお前のことを忘れちまうんだな。なんだこりゃ。やっちゃん笑った。だな。なんなんだよ。本当はね、不安だったんだ。ちょっとだけ夢が見てみたかった。ここで何もしなかったら壊れちゃいないだろう。何にも。てか俺たちはこっから始めりゃいい。みんなって？じいちゃんもばあちゃんも、それにお前んちの親も。どうせ幸せになるなら俺たちだけじゃなく、みんなで幸せになった方がきっと。ほら、ベール。なんて言うんだ。なんでもいいわよ、適当に。やっぱ約束とかいらない。なんだよ、お前が言い出したんだろ。だから別に約束なんてなくても、きっとずっと目が血走ってる。鼻息荒い。うるせえ。きっと痛くてガサガサして干からびてふ。ねえ、寒いし、もう一度。うわ、知らねえぞ。エータ、どういうつもり？彼女を差し置いて冬海愛とつちくり合うなんて。バレてる。言い訳するならどうぞ。ああ、冬海愛と一緒にいた時間だけ彼女の私にキスしなさい。3分で許してあげる。エータ、目をつぶって。あ、なんで？いいから目つぶし。どうって、
夏休み中だからといって羽目を外して。感謝しなさい。私が廃部の取りやめを申し出てあげたのよ。どういうことですか？要するに恋愛が上手くなりたいってことでしょ。あとはあなたたちを清く正しい恋愛に導くためのマスターがいればいいのよ。いらない。冗談じゃないわよ。あんたの入部なんか認めないんだから。マスターが入部してくれたら100人力潰したり戻したり。春崎さん、行きますよ。それより会員届絶対に押させてみせるから。問いに答えてくれ、大賢者。ここから一番近いドラゴンはどこ？ノル。何を。とにかくドラゴンの位置は分かりました。作戦開始です。ノルさん。ローラさん。どうぞ。どこでももみもみ券です。今すぐ使いますよね。すごい。私は冒険者さんに働いてもらうことだけが受付嬢の仕事だとは思いません。心配です。ローラさん、あなたはしっかりしすぎですよ。まさしく辰巳の匂いだ。本物だな。よくも逃げてくれたな。怪しまれてる。よく考えて答えないとまずい。こんな近いと落ち着かないっていうか。もう逃がさん。で、あれから反乱軍には入ったのか？まだだけど。なるほど。短期間で頑張ったな。危険種はほとんど相当してしまったぞ。運命というのはわからん。来なければ問答無用で攻撃する。どうやら危険種が溢れ返った理由を知っているようだな。テーグシャンバラ発動。なんだこれ。俺に痛みをくれ。さっきのやつに幻覚を見せられてるのかもしれねえ。とりあえず周辺を見てみよう。なんだかデートしてるみたいだな、私たち。落ち着いてますね。話を戻すが。あっ、まるでで。埼玉には人魚はおらんのか。相手にしないでください、お母さん。人魚伝説があるんじゃけどな。人魚伝説。母さん、長澄はただの夏休みボケなんだよ。ボケでねえよ。可愛らしい女の子で。そう。うわー、長澄の知り合いじゃろか。こっちに友達なんていないと思いますけど。私を長澄さんのお嫁さんにしてください。お嫁さんにしてください。長澄さんに昼間のことの責任を取ってほしいんです。やろか。中学生でハッピーなんて。あんたくもあんたくもお母さんに分かんない。三王城の身内のもんでございます。だあんたは僕の娘さん。人魚、これって昼間の。マサ、人工呼吸。自分の服に。おげろ。お話できる相手はマサさんですか。少し羨ましい。後で話し合おう、お母さん。だからここは一体。わしは三の父親で、瀬戸内魚類連合瀬戸内組組長。どうなんか本格的に極道様。この親子もな。誰に似たのかしら。聞いてくれや、逆人。わしら人魚の掟ではの、海のあぶくと消し去られてしまうんじゃ。己のせいじゃ、おんら。うちのさんがなんで人助けして知らないかもじゃ、喜んじゃろうが。正体知っとる俺らバラしたらそれで問題解決じゃ。やめて、俺を差し出すな。そんなことしたら、なんで私が助けたかわからんわ。筋は通す。さあ、見るなり焼くなりしきりして。すいませんね、うちの旦那の頭に血登ってしもって話にならんで。だー、言うなれん。ねえ、長澄くん。
人魚の婿に来てくれんね。いい話じゃないか、長澄。よかったわね、あんないい子が。こっち見て言ってみろよ。